はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。シーズン7陳倉進出達成はいたしましたが、すみません、陳倉からの北伐かなり難しいですね。これ長安の兵を抑えつつ天水っていう作戦で陳倉を目指したんですけども、天水が98,000、長安を抑えるどころではないですね、これは。なのでですね、陳倉こだわるのやめましょう。ここはちょっと遠いし、まだまだ橋頭保として使うには早いと思いますね。ここでしっかり方向転換をしないと、ずるずると私たち都市を取られてしまう。そんな危機感を持って私はやっているんだ。じゃあどうするか、このシーズンどうするか、上位を目指しましょう。もうこれしかないでしょ。まあ、永安って手もあるんですけど、永安もし取ってですね、守るのにはですね、水軍欲しいですよね。やっぱ負を制して、この陸遜よろしく、この後ろから切るとかね、いうのをするには水軍があった方がいいんですよね。で、常用公領武領から攻めてまいりますね。なかなか守るのは難しいかなと思います。っていうか攻めるのも難しいかなと思いますね。常用だったらなんとかなるんじゃないかと。ただ7日間で常用を落とせますかね。ずっと防戦一方で漢中やってまいりましたが、この長安からの横槍が入りつつですね、常用を目指す、それができるのかですね。常用取りましょう、今シーズン。常用取れなかったらゲームオーバー。うん。いや、常用取れたらね、かなり夢が広がるんですよね。なかなか、この常用から常用、慶州の。なかなか攻めてこない。で、常用からですね、縁が結構難しいんですよね。でも縁に行くしかないんですよ。もしくは縁を抑えて、慶州の常用。しかないかなと思いますね。ただ、深夜がまたね、横槍入れてくるという感じですね。まあ、とにかく常用取れば、漢中もちょっと楽になるという感じですね。シーズン8、今回も過酷なノルマ、常用ダッシュ、できるのか、できないのか、考えただけでワクワクしますね。今シーズンも楽しくゲームをやってまいりましょう。さて、ということでですね、戦争撤退戦、繰り広げてまいりたいと思います。この各隈が強いですね。で、後ろから諸葛丹来ると思ったら来ない。で、怪獣成功。とっととやっつけて撤退しましょう。ここは達成いたしました。安陽怪獣成功、大丈夫かな。あの安陽勝て撃破、うん、捕らえる。よし、いいぞ、いい土産だ。美地域怪獣ですね。さてさてさて、あとは各隈、高層炎、撃破、捕らえる。俺はしっかり退却したい。いろいろね、来ますね。長安1万出しましたね。眼光か、眼光の負荷ですね、これ。とりあえず各隈を倒せばもう撤退というところ。何番やられる。で、小生、おお、すごいな、捕らえまくるな。で、各隈をですね、やっつけないと、陳倉が包囲占領なんで、早く私たちブックブックになってしまう。アシュラ人かまして、いいですね。なんとかやれそうだけど、火がどんどん広がっていく。あ、でも陳倉マーク消えましたね。これもう退却でいいんじゃないかな。陳倉撤退戦ですね。これは
ちょっと動きがよくわからない。さてさて、上葉周辺埋伏の毒ガタンを捕らえる。ガタンなんかその周り負の担当やってましたね。担当を剥がすで、ガタン早速ですね捕らえて戻りました。強盗を持ってるんだ。そして強帝山強いぞ。だよてめえに使えるもんか、話しやがれ。ダメだよ、そんなこと言ったらトーマスがやってきちゃうよ。フォリア、ダメだよ。傭兵缶詰めだってなんか相変わらず各ワイは言ってますね。うわ、長安16000、これちょっとやべえ感じ。諸葛丹が出てきましたね。バチュガタン、ね、んとよ、もうホイホイですねこれ。ホイホイホイ。さてここ引けそうだけど負荷がやってきた。ちょっと困るなこれは。引けるのかこれは。アシュラ人かましていく。ジョヨ26000、ジョヨ張ってくるな。成功です。しかし我らは後方を脅かす、脅かし続ける、暗躍し続けるのだ。まるでこれは南蛮ではないじゃないか。まるで南蛮らしくない。計略の嵐でございます。でここの撤退戦ちょっと難しいんですよね。現状長安からの援軍がちょっと早いんじゃ、うん、ちょっと羅権が難しいかな。あのままだと羅権引いてくれないな。あ、羅権じゃなくて核翼でしたね。見た目間違えた。しょうがない、核翼をしんがりにして引きましょう。ここはうん、それしかない。で核翼は捕虜持ってませんから、しょうがない、ここは一発かけましょう。おっと、これは核翼負荷一騎打ち、これはいいぞ。70対35。さあ行ってみましょう。あ、待ち来い、飛ぶ。次の相手は勝利。そしてうん、ガスッと減らすけども核翼ちょっと厳しいは厳しいですね。この諸葛丹がねかなり強いです。成功しましたぞ。だって地区をだいぶ下げましたよ。上陽の周りいいですね。で王兵は無情な撤退、平城も下げていく、下げていく。もうここなんかね攻め込むときにすでにねもう下げちゃったらいいですよね。下げちゃってたらというか懐柔できたら。逃げられるかな核翼は。兵力あと937、無理っぽいな。確認してくれ。おっと成功だ、怪獣。さあどうする。おお、いいぞ核翼、生き残った核翼、いいぞ。そして聖女はめていく。バチュ知力上がる、いいっすね。うわ、核翼奇跡的に助かる。上陽から1万ですね、残り3万。でも輸送が入りますね。また1万6000。ここら辺はもう常にたくさんいると思った方がいいかもしれないですね。果樹知力上昇91、果樹も使えるぞ。そして諸葛閣戻る。調整質中性88、取れるでしょ。だよ、今さら竹の録をハム気はありません。すぐハムからね、ハム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 スター。死者が面会を望んでいます。何や死者が、水を差すな水を。はい、飛ばしましたね。白雄氏カランの発見、ちょっと待ってください。で龍院が戻る、いろいろ見たいのに。ステイマン22歳、いいですね、若くて健康。どいよ、共に行こう。ナイス、分かってらっしゃる。そして地域怪獣はしつこい、非常にしつこい地域怪獣、ねちっこくやっております。そしてですね、もうこの愛を踏むのがなかなか懐が深いので、諸葛閣で怪獣かけます。その上でおそらく成功を踏めばここがないんで、おそらくここを取られてですね包囲占領行くんじゃないかと思います。安陽も行くのかな、行かないか、安陽まで行かないか。
まあ進めていきましょう。さあ小生疑心暗鬼ホラーですね。で成功を取る、成城は下げる、もうとにかく南蛮のくせに計略計略頭を使っております。こうしないと生き残れない。暗夜なりましたね。会長成功からのドキドキしますね、ワクワクしますね。来た南蛮王猛角様のお通りだ、当たりだ。この2つでも十分でしょう。南部隊かブクブクだ。あーでも紹介とかあの2部隊がダメだったな。まあでも頑固で柔らかいからなんとかなるかな。南蛮で厳しいか。でここら辺しっかりですね回収していきましょうね。長安5万、これまた傭兵館ですか。傭兵館はもう5万はね入りきらないよ君たち。まあ来るがいい。地域怪獣もねバシバシできるんだから君たちの背後はないよ。これつ小生魅力を尽くします。問いよ捕虜は皆投与されるんだ。この2部隊のためにですね龍院傭兵館から出しましたね挟み撃ちだ。常用に埋伏の毒が効いていく。私たちは抜かりがない。常用を骨抜きにしてやろう。さてさてここら辺の紹介さすがにね南蛮じゃ手こずってますね。難しいようだ。平城なんとここまで。私たちは常用の喉元までも第1話にして来てしまった。俺は明るい未来が見えてきた。当該の統率上がる98。おい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 、当該が名将中の名将オブ名将になっていく。達成いたしました。周りの風はもうあらかたこれいけますね。あれできないと思われてたけどできちゃうかな。このようなでなんか長久捕まったっつってんだけどなんで捕まってんだろう。あちょっとつかあいつ。ちょっとつまではいかない顔してたけどちょっとつか。すごい燃えてるし公衆燃えすぎやろこれ。どう見ても誰もいないのに燃えすぎやろこれ。王兵戻ってあれですね公孫園を連れてきてしまった。公孫園は浪費高慢強欲なんかろくでもない気がするけどまあろくでもないですよね。猿王を自称これ芝居にねケチョンケチョンにやられたんですよね。そしてカテイ、カテイはどんな人物。新鮮だ北方の人ですね。北方の人というか北方の制圧に功がある感じでしょうか。25歳。では2人ともんといよ。お高尊園が来ない。両方牢屋に入れとけ。これは誰なんだいつも思うけど。やったぞ。ここを落としまくってます。成功です。お賊は来ましたね。これいつでも怪獣できる状態ですね。さて我々無謀にも常用制圧をノルマに決めてしまいました。そして兵数は減らしたくないというところですね。まあこれは7話目で15万5千以下ではいけないというところでございます。なかなかでもそれ難しいですね。これだけ猛攻食らうとですね減っちゃうこともあるかもなんて思いますね。では今回の兵数12万8000だもん。ほら減ってる。まあ陳宗からの退却で結構減ったかもしれないですね。まあ常に増やすってのも難しいけどね。負傷兵見てみましょう。そこそこいますね。3000ぐらいで都市の負傷兵どうですか。1000しかいない。これ減ったな。まともにガツッと減ったな。さてそして義ですね。あ義は減ってないな。我々だけ3万減った。これはまずいですね。まあ陳宗ですね間違いない。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。